ああ皆さん、こんにちは、えー。増田敏夫でございます。えー、いつも、増田敏夫チャンネルをご覧いただきまして、えー、ありがとうございます。えー、今日、辞意直言を発信いたしましたが、お読みいただきましたかあ、まだの方はですね、えー、また後ほどお読みいただきたいと思っておりますが、えー、今日述べましたことは、あこれからですね、えー、小冊子、 122号、これを近々、まあ、発信する、発行するということのお知らせであります。えー、この、うん、小冊子122号の題名はですね、米中冷戦で世界はどう変わるかと、まあ、こういう題になっております。えー、まあ 今日も G 意直言で述べましたが、<laughs> 経済についても政治についても、ですね実際のところ、この一寸先は闇というのが実際のところでありまして、FRB、世界の基軸通貨を発行する重裁量権を持っている、この世界の通貨の大御所。 の FRB でですらですらね、えー、経済アメリカ経済あるいはまた世界経済の先が読めないとおいうことなんですね、えー。あまり指摘されないんですが今まで FRB があーワールドアウトルックとかですねアメリカ経済のエコノミックアウトルックとつまりアメリカの経済に見通しということをですね えーまあ、定期的に発表しているわけなんですが、えー、厳密に分析すれば何一つ当たってないというのが事実なんですね、今日も直実直結に書きましたけれども、えー、2018年にはです、ねえー、4回にわたって、えー、利上げをしているわけですね、つまり、えー、2008年の10月からです、ねえー、続けてきた金融緩和。 これをですねやめて、今度は緩和ではなくて引き締めに変わったわけですね、2018年、えー、そしてその後2019年に慌ててまた今度は緩和に切り替えて、ですね、えー、利下げを3回続けるというようなことをしている、これはですね経済の見通しに過ちがあった、そして慌てて元の緩和に戻す、そうするとですね、 今度は2019年、3回緩和をして、緩和量もですね利下げを3回続けて、緩和量も増やしたということで、2020年の頭は、ですねアメリカの歴史始まって以来の株価、最高値をつけるということで、バブル化してきてですね。 経済もだんだんそのバブル化してきた、特に国際ジャンクボンドというですねあまり信用のできない、つまり信頼度の低いジャンクボンドの利回りがですね一流の企業並みのですね利回りまで下がってきたという、まあ、こういう事態を見てもですね えー、アメリカ経済が少しバブル化してき、えー、てしまったということで、うんまあ、緩和をやめようかと思いきや、3月、2020年の3月からまたコロ,ナコロナの被害がこの拡大してきてです、ねえー、利上げどころか、利下げ、さらにはです、ねえー、金融緩和量を1か月に。 120トリリオンですからあ、いくらになりますかね、日本のお金に直して130兆円で、あ、間違いました。120ビリオンですね、トリリオンじゃなくてビリオンですね。ですから、日本のお金に直しますと、12、三3兆円毎月ですね、えーまあ、国債を買ったりですね、えー、不動産担保証券を買ったりと。 ということで、えー、ま両、あ、敵緩和をまあしてきたわけですね、えー、そして、えー、今日に至っているわけなんですがそのお,おかげと言いましょうか影響と言いましょうかあ、うん、えー 6月の何日でしたかね、21日でしたかね、えー、ご存じの通り、米中、あ日本と、それからアメリカの株価がどーんと、日本の場合は1000円以上下げて、まあ、アメリカもですね、700、800、600、うまあ、約700ドルぐらい下げたんですね。えー、これはですね、えー、思わぬこの、うん、インフレ、えー、現象が発生したと。 いうことなんですね4月から5月にかけて、なんと5%もですね、えー、物価が上がると、特にですね、中古車が1か月間で7%も上がったと、まあ、そのためにですね、えー、CPI、要するに物価指数ですね、これが5%、5%というとですね、えー、バブルが崩壊した時二2008年の10年、 からバブル崩壊が始まったわけなんですが、その前のですね、つまりバブルが崩壊する前の、その株価、あるいは景気が最高潮だったときのですね、えー、CPI なんですよ。まあ、あの時は5.4%ぐらいだったんですが、まあ、大体同じぐらいなんですね。えー、そこにまで,です、ね、今 あこの物価指数が上がったというんで、これは大変だと、もうこのままですねハイパーインフレになるんじゃないかという懸念で、ドーンとその株価が下がったわけですが、翌日になるとですね、ですからまあアメリカ時間で20 21日の翌日、22日ですね、には株価が下がった分を取り戻して、さらに上昇するということで、一晩で元に戻ったわけですね。 それもですねパウエル議長がこれは一過性だと、このインフレは一過性で、えーまあえー、経済がそのコロナ発生前の状態に戻れば、自然とこのインフレ、物価高というものはなくなっていくというような話をして、ですね火、まあ、消しをしたわけですね、そして、まあ、発表にはならなかったんですが、まず100%間違いない。 行動を取った何をしたかっていうと、10年もの国債をですね、えーまあ、買いまくったわけですね、そうすると、インフレだと言われるとき、1.7%まで上がった利回りがですね、えーまあ、この価格操作によって、つまり FRB の価格操作によってですね、1.5%になり、さらに1.45%、1.45%ですか、1.4%。 の間ぐらいまで,です、ね、下がったそうすると投資家はですね、ああ、えー、長期国債がどんどん下がってるんじゃ、これはもうパウエル議長の言うとおり、これはもう一過性だと、インフレの懸念はないと、まあ、こういうふうにですね、うまい具合に誘導されたわけなんですね。えー、まあ、私はあ投資家の皆さん方にですね、えー、放送もし、 まあ動画で放送もし、またテキスト、文章で,ですね説明しましたように、このインフレというのは、がが物価が上がったからインフレっていうんですが、物価上昇がですね加速しているということですから、物価が上がってるっていうんですが、こんな間違った話はないんですね、基本的に間違ってるんですね、物価、すなわち品物、商品とかサービスですね。 それは変わらないんですよ、うん、まあ、洗濯機一つ取ってみても、ですね、えーまあ、電気店に並んでる洗濯機が、ですねそんな1日や2日でですね値、うん、が上がったり下がったりしないんですよ、洗濯機の性能も変わらないし、何もかにも変わらないわけですから、物価、あつまり洗濯機の価値そのものは、ですね一切変わらないわけなんですよ。 変わるのは、ですね、その洗濯機を買うために必要な通貨の価値が下がったからなんです、だから物価が上がるわけなんですよ。物価の上昇というのは本来ありえないことで、物価がもし上昇したならば、えー、そのものを買うための通貨のバリュー、購買力が下がったというのが正しいものの言い方であり、正しい実施 ね、ですから今、ここでそのアメリカでインフレの恐怖が起きて、これは FRB の火消しによってです、ね、消されたと、そして物価上昇の不安がなくなったと、こういうことなんですが、この不安がなくなったっていうのは大きな大間違いなんですね。何が間違いかっていかとう もういろいろ理由はあるんですけれども、FRB、まあ、日銀もそうですが、この金融緩和っていうのを続けなきゃならないところに追い込まれているわけなんですよ、もうここで,です、ねえー、この引き締めには到底切り替えられない、もうとにかく金融緩和続けなきゃならないということになってるわけですから、えー、物価は上昇せざるを得ないんですよ。 これから先、どん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 ですね通貨の量が増えれば増えるほど通貨の価値は下がって物価が上がるということなんですよ。ですから今回、FRB でこの物価は、うんえー、一時的だというふうになってマーケットもそれに従った,んで従ったわけなんですがとんでもない大間違いでこれからですね えまた何度も物価上昇ということが連続的に起こるということなんですね、これを見ても分かるように、FRB というのは、経済の見通しができないんですよ、まあ、FRB であれ、私であれ、誰であれ、経済の見通しはできる人はこの世の中に1人もいないと思いますね、正しく経済の見通しが分かるなんていうのは、神のみぞ知る、ヘブンノーズという言葉がありますが、神のみぞ知る。 これが事実なんですよ。神のみと知るんです。だから先が分からないんです、ね。経済の先も分からなければ、政治の先も分からない。つまり、米中関係、今、米中冷戦、このことについて、小冊子で書くわけですが、この見通しなんか、誰にも分からないんですよ。ね、ところが、うん、府省、この増田敏夫はですね、分かるって言うんですよ <laughs>、ね。勝手に言ってるわけじゃないです。分かると言ってるんですなぜ分かるんだと。 この世の中には太陽が東から昇って西に沈むように絶対に変わらない原則というものがあるんだねその原則に基づいてこれから先の経済これから先の米中冷戦というものを見ればですね手に取るようにこれから先の成り行きが分かるとこう言ってるわけなんですよまあ,あ話はこれぐらいにしますが えー、もし、えー、日本の明日アメリカの明日世界の明日と知る必要がある方は、ね、会社に勤めてらっしゃる方は、本当に明日の日本経済、明日のアメリカ経済、世界の経済というものをどうしても知らなきゃならないと思いますけども、もしそういうふうに思っているならば、私のこの小冊子、 122号お、米中冷戦で世界はどう変わるかということをですね、えー、詳しく正しく解説いたしますので、ぜ、え、ひ、ー、お読みいただきたいと思っております。えー、これがあこの内容であります。ちょっとこのピカピカ光って読みづらいかもしれませんが、あこれがですね、えー、うん。 これから発行するですね、えーうん、小冊子122号であります。とお 宣伝の、私の小冊子の宣伝の話になってしまいましたが、冗談抜きに、ですね本当にこれからの経済の見通し、それから米中冷戦の見通しというものをですねしっかり把握することは、誰にとっても重要なことだと思いますので、ぜひこの際、お読みいただきたいというふうに思います。